はい、こんにちは、さかやちゃんです。今日は妊娠適齢期についてお願いします。はい、あの適齢期っていうのはちょっとなんて言っていいかわからないんですけど、その結婚適齢期っていうのがその方にとってあのまちまちであるように、もちろんまあある程度のその幅はあるのかなと思うんですけれども、やはりその妊娠分娩の、経過なんかを見てますと、やはり若いほどいいかなと。22、3歳ぐらいのお嬢さんというか、あの若い方の場合にはなんかちょっともう隠れて一人産んでんのかなっていい意味での冗談を言いたくなるぐらいすごくもう楽に産めたりします。やはり28歳ぐらいだともう32歳ぐらいまで一緒かなと思うんですけど、そのあたりもあまりあのそんなにお心配することはないのかなと思います。やはり35歳を超えてくるとちょっとこう、あの悪口を言われるだけあって、ちょっとこうやっぱり産道が硬かったり時間がかかったりで、途中で血圧がやっぱり上がってきたりっていうのが若い子よりは多いかなというふうに思っています。ただその、今本当にあの先の話とちょっと被るかもしれないですけど、あのすごくやっぱり仕事ができはって結婚が遅いっていうのが増えています、でも40前後でいわゆるアラフォーっていうことで相談に見ていただく方があるんですけれども、まあ、30代の後半40歳未満の方っていうのは何かかんか言いながらほとんどの方が子どもさんを抱いて帰っていっていただいているように思います。でただ40歳を超えてきて、あの39歳11ヶ月がよくて40歳1ヶ月があかんかって言ったら、まあじりじりとはあの悪い方へは来るわけなんですけども、私勝手なことを考えますと、だいたい42歳ぐらいまでは何とか言いながら何とか子どもさんを産んでいっていただいている方の方が多いように思います。ただしその43歳っていうのがどうもちょっと私の中では疑問かなと思います。というのはやはり体外受精の仕事をなんかをしておりまして、あのちょっとこう強めの排卵誘発剤の注射なんかを打つわけなんですけれども、そこでもって教科書通りの動きをしてくれないんですね、43歳っていうのが。ただし例外的に44歳とか5歳とかであの採卵をさせていただいた方はいらっしゃるんですけども、結局子供を産むには至っていないと。であの各論文なんかも見ましても、やっぱりもう43歳ぐらいからすごくもうその率が悪いと。普段でもその体外受精というのは大体こう結局流産率なんかもありますので、子供を抱くのは 12%、 20代も30代も40代も入れてこう鳴らしたら 12% ぐらいっていうふうに言われてるんですけど、やっぱりもう40歳になると 10% 切れます。で43歳でも限りなくゼロに近づいてきまして、やっぱり46歳というのはもうほぼゼロやっていうふうに言われてます。なのであのいただけていた補助も、なんかその、財源の還元なんかもあるんかもしれないですけど、一応あの43歳未満にどうもなってきました、だからやっぱり43歳が超えるとちょっとあのもう望みが少ないかなと。いますよ、産む人はいますけど、妊娠するやんか、まあ、42で妊娠した、40で妊娠したって、そのちゃんとお腹の中で育ちさえしたらあとお腹切ってでも出せるやんか。でその育つことに対する、心配度っちゅうんかな、そんなんはどう、なんていうのかな、自然淘汰されてますので、あの赤ちゃん自体はちゃんと育ってさえいただければあれなんだけども、結局血圧が上がってきて肺を出さんなんとかっていうことが起こってきたりということですね、だからそれとそのやっぱり流産率がもっと高いですね。もう45歳ぐらいになってきたらほぼ 100% とか。ほんまに40歳を超えると先ほど言うた流産率っていうのも半分ぐらい流産してしまうよっていうふうに言われています、もうすごい大まかな話なんですけど、半分って結構な、43ぐらいだったら流産率は高いですね、非常に半分ぐらい持ってると思う。ほんまにか、割と出てやーって喜んだ途端になんか出血しちゃったりとか結構あります。あそう、とかももっとね、45歳超えて妊娠してってその方も産み上げた方やったんですけど、でもお兄さんも生理もうどうせ更年期やないんやって言ってきたんですけど、それがまた異常産だって、えらい出血して大騒ぎになったことがあります。だからやっぱりそれ染色体異常の加減でそういうこと、胎盤の、あの悪性腫瘍なんですけど、そういうものがたまに出てくることも。染色体異常って何？あの染色体って 46XY、ご主人の方で奥さんの方 46XX ということで、みんな持ってるもんなんですね、細胞の。でそれが半分掘り出して半分掘り出して一緒になるという過程で、ちょっと掘り出しすぎたり、あの掘り出し忘れたりすると、ちょっと普通の染色体より多かったり少なかったりするということで、あのなんかいろんな機能に障害が出てくる。あのほとんどその致死的なものであれば、例えば心臓内とか、なんかそんなんだったら途中で育たんっていう形にはなると思うんですけれども、自然淘汰としてね、流産してしまうという形になるんです。
ですけど、うん、まあ実施できてなかったらそのまま生まれてきて、うん、であの道中あの妊娠道中、うん、なんか小さいおかしいねって言ってる中にやっぱり羊水検査なんかすると染色体異常があったと今ちょっとそれ問題になってますよね、うん、そのみんなはやっぱりその羊水検査ですね、うん、自分は大丈夫って言ってほしくてやるんですけども、うん、そのいざそれが悪いって出た時にどうするかということをよく考えてやらないと、うんね、どんなお子さんでも自分のお子さんなんです、うん、だからそういうことが出た時にはこう行動するということも、まあ、もちろんあの難しいことやと思うんですけど、うん、いろんなことを考えやんとあの採血とかね、うん、今ちょっと採血やってくださいとかって言うんですけど、うんうん、よく考えてやっぱりやってくださらんとちょっとその時にもしプロと出た時にあわわっていうことになりますので、うんうんうん、ちょっとやっぱり考えてやらないといけない、うん、ただその40を超えて妊娠した時染色体異常中はどれぐらいの頻度であのね、あの例えばダウン症候群でしてますかね、うんうん、ダウン症候群なんかだと普通はその20代だったら大まかりですけど、うんうん、100人に1人ぐらいが、うんうん、1000人に1人ぐらいなんですね、うんうんうん、でそれが40を超えてくると100人に1人ぐらいがそれに相当すると、うん、でそうやって聞いたらなんか多いよって思いになるかも分かりませんけど、うんうん、100人のうちの99人はなれへんのです。逆に言うとそんなに多いもんじゃないんやけどそこにやっぱり該当してしまうとあこんなはずじゃなかった言うんですけど、ただそのダウン症候群っていうのは、うん、あのちゃんとこう小さい時から、うん、あのなんていうかなちゃんとこう見てあげたら、うん、小学6年生ぐらいの知能までは出るわけなんですね、うん、となるとあの例えばそのどっかのアルバイトとか店員さんなんかでもできるわけなんです、うん、でずるくなくてすごい優しい子たちなので、うんうん、かえってなんかこう重宝がられて可愛がってもらってずるいことしないですか一生懸命真面目にやっていただけるということでちゃんと活躍もしてるわけです、うん、でそれをなんか早く分かってねなんか問題になることがちょっとなんかね普通の18歳ぐらいにこうってずるいことばっかり考えてる時もあるじゃないですか、うん、こうサボったろうとか、うん、それもしないのでもうすごくこう優しいというか可愛らしい子が多いから、うん、からそういう子をなんていうのか分かって産むのも辛いしねなんか分からん私は自分の立場やったら多分陽性検査しないと思います、うん、やっぱりほんの少しやけどその流産率もそやけどまあ一応その仕事上は40歳を超えた方にはそういう方法あるということはお伝えしないといけないだろうというふうに、うん、まあ学会の方なんかで言うてますのでとりあえず声はかけますけど私らのところは不妊症の治療で来られた方が多いのでほとんどの方やられません。お身内に本当に持ち帰るお身内にない限りはほとんどみんなもう何でも自分の子やからでなんかもうそれはすごくありがたく嬉しいです、うんうんうん、私も賛同します。そうか、はい、重い仕事っていうとあれやけどほんまに辛い時あるな、ね、ありますね。もう、うん、ね全ての責任私らが負えるわけではない寄り添うことはできるけども、うん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 、難しいよ本当に、うんうんはい、そうだな